今日なんですけどもね、なんとですね、昨日嬉しい連絡が来まして、ちょっととある男から今実はタイにいるんだけどっていうね連絡が来まして、でその人がね、僕アップバンクっていう会社に前働いてたんですけど、そこの、まあ、先輩ですね、その人から連絡が来てちょっと今日会うんですよ。いや嬉しい。なんかタイに来てからさ、やっぱりさ、日本に住んでる人とはさ会う機会がさ全然なくなるじゃないですか、当たり前だけど。って中でね、こうやって連絡をねくれて会えるっていうのはいいですね、嬉しいですね。しかもね、めっちゃ久しぶりに会うんですよ。何年ぶりだろう。トニーが生まれる前とかに最後に会ったっきりだから、4年、下手したら5、6年ぶりとかそれぐらいかも。楽しみです。まあ誰と会うかは会ってからのお楽しみということで。さあどこにいるんだ、あの男はどこにいるんだ。存在感のある人だからね、一発でわかると思うんだけど。サワディーカ。サワディーカ。うわめっちゃ久しぶりっすね。もう何年ぶり？さてさ、5年、6年ぐらい、6年ぶりぐらい。いやいや、もう新鮮な気分で改めてよろしくお願いします。めちゃくちゃバックパッカーみたいな。普通にちょっとのんびりタイでも見て回ろうかなと思って。うわ懐かしい。いやもう超ほんとね、僕二重の意味で懐かしくて、リオナリシに会うのも懐かしいし、タイに来るのも懐かしいっていう、こうなんかね、めっちゃ久しぶりに来るんですよね、タイ。だからね、18年とかざっくり20年ぶりぐらい。バイヤーですよ。バイヤーでございます。元バイヤーね。元バイヤー。そうそうそう、ややこしい。ややこしい。バイヤーってあだ名ね。そうそうそう、昔は、昔はバイヤーだったけどみたいな。ややこしいな。いや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 、どうですか、ちょっとどうする、なんかちょっとねノープランで来ちゃったけど。そうノープランなんですけど、まあで多分ざっくり言うとマレー半島だよね。マレー、いや分かんない、ざっくりしすぎてる。ざっくりしすぎてる。変わってないな。ちょっとじゃあ案内してもらおうか。マレー半島じゃなくてバンコク。いや行ってみましょう。行きましょう。いやめっちゃ久しぶり。うわどうですか、人生はバンコク。いやいや、ゆるりと過ごしてますね。ああそうだからね、あんまちょっとその、はい、なんだ、動画とかやってるとたくさん質問されるし、質問に答える動画とかもやってるじゃん。はいはいはい。だからかぶっちゃうかもしれないんだけど。いや全然いいんですよ。いっぱい聞きたいことがあって。あはいはいはい。どうします、名前から。名前からってなんで俺のチャンネルで。あ、そうむしろそっちだよ。あ、そうだよ、ね、お前が誰だって。コメント欄荒れるんじゃないの、大丈夫、ちょっと心配してる。いや荒れないと思います。多分昔からアップバンクで見てくれてる人も。そうですか、そうです。では皆さんご無沙汰しております。昔、同僚だったタテです。そう、なんかでかくなりました。あ、もうすごいよ、ヘビー級だよね。なんか前会った時より でかくなった。あくまでも重さだけで言うなら大谷翔平選手と同じぐらいかなと。そんなに言ってないか。まあでも普段ざっくりメジャーリーグ級と思ってもらって差し支えないからね。しかも筋肉がある感じでプロレスラーみたいな感じになってるけど。今泊まってるホテルすごいいいジムがあって、はい、いやそうそう、だから昨日めっちゃスクワットしたんだけど足が痛くて、今足とお尻に効いてて、今日ちょっとね、すぐグラブ乗りたいっていうぐらいのコンディションです。あ、そうなんですね。そう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 。あ、じゃああんま歩かせない方がいいの。いや全然大丈夫、逆に使って乳酸をこう回した方がいいんで。で何の話をしてるの。なんでこんなね無駄話をしてるかっていうと、彼は編集うまいので、こういう余計な話を全部切るのがうまいから、バッチリなの。懐かしいな、バイヤー、ね、バイヤーカットとかよくしてた。そうそうそう。今11時半で、うん、お昼にはまあちょっと早いかぐらいの時間だから。そうですね、久しぶりなんでブラッとちょっと軽くこの公園をね、うん、散歩しながら、で散歩して飯屋に行くぐらいの感じでいいかな。行きましょう。ここベンジャシリ公園って言って、ベンジャシリ公園、広くていい公園で。確かに鍛えるの好きですよね。んジム行くの好き。好き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 、めっちゃ好き。ここジムあるんですよ、公園に。そう、すごくない。ちょっとじゃあご飯の前に鍛えてこうよ。こっちさ、ご飯食べてて思うんだけど、チキンライス、カオマンガみたいなやつとか、いいタンパク質のやつあるよね。ああ、そうです ね鶏肉は結構あるし。セブンイレブンに行ったら、なんかね、明治のプロテインが売ってて。あ、そう、あれめっちゃいいっすよ。いいよね。
あれめちゃくちゃいい。糖質 9g なんだけどプロテインが 28g 入ってて、そう日本だとだって 20g ぐらいでしょ、日本のプロテインのドリンク。そう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 、ちょっと多い、 9g、 約 10g 多いだって 1.5 倍ぐらいある。お得感すごかった。そうあれめっちゃ飲んでますよ。いきなりめちゃくちゃマニアックな話こういう感じで大丈夫だなこういうチャンネルなのかな。ほらこれ屋外ジム、これすごくないですか。今日あの上半身の日だから、うん、僕あれやりたいです。あの出会って速攻で筋トレっていう。ちょっといつかじゃあ失礼して、はい、お先に。胸なこれ何キロ。いやなんか自分の体重でやるから。ああそうかそうか、そういうやつか。じゃあ12回結構効くよ。今何キロぐらいあるんですか。わかんない、今100キロぐらいじゃないかな。いいよ、自重でやるからすごい効く。あの体重に答え、これ結構いいよ。おお、あ確かに確かに。だから自分の体重によって違うんだよね。はいはい、近い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 。大丈夫、広角だから。いや近いから近いから。うわ効くな。効くでしょ。じゃあここから10回いくよ。え、こっから1 2 3 8 9 8。あ、いやいや、戻ってて。ちょっと次あれやろうよ、あれやばいよ。あそこであのノリノリになる。そうそうそう、上半身の動画のテンションになってきた。これでさ、あのこうやってるやつがこの辺に効いて、こっち側にやると背中に効くじゃん。すごいいいんだけど、ちょっと今重すぎてできるか分かんないけど、3回でもできたらいいかな。浅めでいきます。よいしょ。あ、ダメだ。危ない、危ない、危ない、絶対ダメ。あー無理、ね、これしんどいよね。無理無理無理。でもね、これ下げらんない、これいいよ、ブラジルとか行くとめっちゃやってる人いるんだ、これガー無理だ。これサムネイルかもしれないね。ちょっとカメラ目線ちょうだい、カメラ目線。サムネじゃねえよ。サムネじゃないの。あれすごくないですか、あのこう床にこうマット敷いてあって、はいはいはい、この腹筋ローラー置いてあるっていう。あんまないですよね、公園に腹筋ローラー置いてあって。ないね。これね、土日とかだとめっちゃここでみんな筋トレしてます。ちょっとね、本来ここがないのが怖いけど、多分その辺マイペンライでいいと思います。タイなので、タイなのでちっちゃくないけど、この辺自分なので。おすげえ。あ、いけるいける。あ、なんかバッグアップ。 OK 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 OK。 あ、チェック、チェック、あ、チェックしてくれてた。コップカーブ、フォームをチェックしてくれるおじさんだった。ねばば、ねだい、ねだい、あ、ねだい、だいだい、ねばば、おじさんが手伝ってる。オッケー。いや、こういうとこタイの良さです。いいよいいよ、いいよいいよ。よし。いいよ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 。もう無理だと思ってからのプラス1回が大事だからね。あー無理無理。オッケーオッケー。近い。気持ちいいっすね。あーいいねいいね。Thank you。オッケーオッケー。オッケー。おじさんにムエタイファイターかって聞いてよ。軽々やってますよ。短パンのね、腰の折り方にね、僕はムエタイファイター感を感じるんで。手首のバンテージとかも怪しい。Thank you。ムエタイ？うるさい。おー伝わってるのかな。伝わったかもしれない。 OK。 Thank you。 あー Thank you。 Thank you。 バイバイ。というわけでタイの公園で筋トレをさせていただくというですねイベントが発生して、僕はなんか、いや、いいね、こういうのいいよね。この公園いいですよ。たまにね、あのぼーっとしたい時にね、散歩しに来るんですよ、ここに。ここほら、スケボーもできるんですよ、ね、テニスコートとかね、バレーコートとかもある。ここをね、プラーっと散歩するのいいんですよ、うん、みんな好きだよね、こっちの人ね。そう、なんかね、運動するの好きなんだと思う、うん、走ってる人とかめっちゃいますもん。完全なる僕の偏見で、うん、タイ人はみんなムエタイファイターいや、偏見だな。これ、タイの人に言って。偏見だな。タイとかめっちゃ、あの、なんか、そんなことはない。それこそ20年くらい前に、あの、大学にタイの留学生がいて、ああ、ムエタイの国の人だと思ってテンション上がっちゃって、はい、ムエタイでしょとかって言ったら、はい、日本人がみんな柔道やってるわけじゃないだろうって言われて、そりゃそうだなと思って。本当にそう。柔道とかやってるんですか？いや、もう今やってないっすよ。あ、でもやってた。
まあやってる、知ってる、知ってるでしょ。やってんですかとか言って、YouTube に俺が柔道技かけた動画が残ってる、あなたに概要欄に入れておきますって入れとかないと。懐かしいな。懐かしいよ。まさかタイで再会するとは。あ、本当に僕再会するのはタイだと思ってたけどね。いやいや、その前回やった時って6年前とかじゃないですか。本当にそうかもしれない。なんか居酒屋かなんかで飲みましたよね。そうそう、軽く。だからあの時はもうタイに住むなんて思ってもなかったんで、うん、だからそう考えるとね、まさかバンコクで落ち合うとはっていう。人生何があるかわからないもんですよ本当に、ね、今何やってるんですか、バイヤーは。今はね、うん、ちょっとのんびりしてる。のんびりしてる先月までその、うん、中国の会社のマーケティングを手伝ったりとかしてて、はいはいはい今タテさんいくつですか。今40です。あ、40、うん、あ、で明日誕生日。あ、明日誕生日。明日誕生日。明日41です。明日だったんだ。コメント欄でお祝いの言葉をお待ちしてます。あ、そうなんですか。でここがカットされるんですね。いやじゃあ俺と出会った時って20代、うん、いやそんなことはないでしょ。そんなことはないよ。あれ会社入ってる時は30とかじゃない。30歳か、うん、うわーすごいな。なんかタテさんに初めて会ったのが、うん、僕が21歳の時かな、22、うん、になる前ぐらいで、うん、俺が大学の卒業するちょっと前にアップバンクに入ったんで、うん、でそのアップバンクに入った時にもうタテさんはすでにいたじゃないですか、アップバンクストアに。なんか先輩じゃないですか。そうだね、そうだね。で、タテさんも動画に出始めて。そうだよね、その一番最初は僕動画をやってなかったからね。そうそうそう、途中からガジェット紹介する人っていうので、うんうん、だからあれも10年前ぐらいだから、うん、今考えると YouTube でガジェット紹介してる人の中でもだいぶ古参の人じゃないですか。そう、うん、だから当時だから、我々がやるよりも前にやってた有名な人っていうと、うんうん、ジェット大輔さんとか瀬戸康史さんとか。そうですよね。メジャーな方だとその2人ぐらいとかのイメージかな、うんうん、日本だと。だから初めて会った頃、うんうん、俺が22で、うん、舘さんが30歳。うん、まあなんかそんな感じかな。今俺もう32ですよ。おお、だからちょうど会った時の僕の年齢ぐらいだと思う。そう、何年、で言うと猿です。猿、僕イノシシなんで。はいはい、どれくらい。いや、分かりづら分かりづらい。ボケるなこの人。今のボケじゃなかったんだけど今のボケじゃない、うん、分かりやすいかなと思ったんだけど逆に分かりづらいだろ。ちなみに今から行くそのラーメン屋さんは何という名前なんでしょうか。ルンルアンっていうお店で、これがねめっちゃうまいんですよ。タイによくあるその台風のラーメンのことをクイッティアオっていうんですけど、うん、そのクイッティアオがバンコクで一番うまいんじゃないかって言われてる店。すごい。ミシュランもめっちゃ取ってる。すごいね。俺もうそこ大好きで、おー、めっちゃ行ってるんですよ。行きましょう。期待が高まってきた。週1ぐらいで食べてます。すごいね。こちゃそのうち自分もミシュラン取れるぐらいじゃないでもタイに1年住んでるけど今ちょっとどういなしたらいいか困ったでしょいや僕も悪いこと言っちゃったなと思って。じゃあ舘さんはもう今ガジェット紹介とかガジェット販売とかしてないですね。うん、今は、いや、動画に出てTVでやってないね。ただ、プロモーションの手伝いとかをしてたのは、撮影機材とかの会社なので、あ、はいはい、そういった意味でのガジェットのつながりはまだある。じゃあ、おすすめガジェット108とかやっちゃういや、いいよ。そんな尺ない。すごい並びだ。あ、選んでください。おすすめに従います。汁なし麺と汁ありがあって、うん、どっちもうまいんですけど、うん、まあ、汁ありの方がいいかな、最初は。OK。辛いのが好きなら、このトムヤムスープ。うん、で辛いのが苦手なんだったら普通のこのポークスープ。トムヤムスープの辛いの少なめで麺も選べるんですよ、麺と肉。 OKOKOK。 でおすすめはね、うん、あ、このレバーとかも全部入ってるこれかな。お願いします。初めてのトムヤムスープ、あー、ペンニンノイ、ペンニンノイ、ペンニンノイミックスで、俺のおすすめはバミン、バミン、あー、エウ、エルサイ、トムヤムスープ、ミンチポークピース、レバーミン、エルサイ、ペンニンノイ、ペンニンノイ、ペンニンノイ、ペッが辛いで、ニンノイが少し。おお、すごい、覚えた覚えた。ペンニンノイ、ペンニンノイで言うと少し辛さを抑えて、まあ、少し辛いみたいな。おで、マイペがもう完全に辛さなし。なるほどなるほどなるほど。これはもう人によって好き嫌いがあると思うんだけど、僕はこのなんかエアコンもなくて人がギチギチでなんか道路を車が行き交うこのなんか喧騒の中でガッと食べるのがすごい好きで、はい、ああ、わかる。なんか旅の醍醐味なんだよね、アジアのね。そうそうそう、この屋台のね、テンション上がりますね。
というわけで無事に着席しましたしっかり言ってくれるな。よくあのガイドブックとかのハウトゥーみたいなの見ると氷は気をつけた方がいいよみたいな話あるんだけど、ありますあります。どうなんだろうこの辺は。でも真面目な話多分気をつけた方がいいよね。でもこの店は大丈夫です、うん、ここはね大丈夫、何回も氷のドリンク飲んだりしてるけど、うん、問題ないです。あのミシュランとか取ってる店は、うん、多分大丈夫です。店によってはね本当にちょっと衛生面大丈夫かとか。そうだよね。あと屋台でフルーツとかは生物系はちょっと危険です。特に短期旅行の方とか、まあ、お腹弱いよっていう方は気をつけた方がいいかもしれないですね。あ、そうですね、うん、お腹弱い人はタイの屋台の食べ物はまあ基本食べない方がいいと、うん、タイのフードコートめっちゃいいんですよ。へえ。安くてうまいタイ料理が食べれます。ここ最近できた中で一番すごいショッピングモール行きます。おお、楽しみだね。イケイケの、おうおうおう。これがトムヤムスープの辛さ少しの、全部入り。すごい、なんか細麺だけど独特のバミーっていうちょっと黄色みがかった卵麺。なるほど。魚の団子からいきましょうか。そうそうそう、うまい。いただきます。お酒で麺はあえて言うならちょっとあのチキンラーメンの、あ、そう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 、あれに近いような、ちょっとインスタントっぽいっていうか、うんうん、でも逆になんかそれがいいんすよ。いいね。普通に辛い普通に辛い。うまいわこれ。ここのクイッキャーは、うん、コショウ強めなんですよ。なるほどなるほど。スープを炊いてるから、うんうん、濃い豚の味が。この肉団子のボリューム感とかすごいよ。トッピングの中でこの肉団子が一番きた。うまいっすよ。すごいトッピングのお肉がいろんな種類があって楽しいね。ラーメンっていうかもうなんか肉スープみたいな感じ。うんうん、そうそう、トッピングの量めっちゃ多いっすよ、ね。うん、これで L サイズだと80バーツかな。お手頃じゃない？ 350-60円。そうそうそう、うん、こんなもんっすね。レバーとかも入ってて内臓系ってちゃんとしたお店で食べたいからありがたいね。美味しいのが食べれるのはすごくいい。なんか筋トレとかで消費したものを補ってくれそうなご飯タイに住むまで知らなかった、うんうん、で、タイに住んでから好きになったタイ料理はクイッティアオとカオソーイ。カオソーイはカレーヌードル。おお、美味しそうだね。これうまいんすよ。あと何人かいますよね。いる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 。カオソーイ食べてみてください。絶対行くわ。ちょっとおすすめの店送っておきます。お願いします。ちょっと辛くて喋るペースが遅くなってきたいや最高でした。めっちゃ美味しい。よかった。すいません、ごちそうになってしまいました。いえ、とんでもない。案内してくれてありがとうございます。ごちそうさまです。リュウリュウワン、ごちそうさまでした。ポップカップ、ポップカップ、ポップマカサングラスかけるとおもろちょっと日差しが強いからちょっとショッピングモール行って、うん、コーヒーでもしばきますか。あ、ぜひぜひ行きましょう。行きましょう。着きました。 M スフィアでございます。 M スフィアです。 EM スフィアって書いて M スフィアなんだね。そう、 M スフィア。ここ最近できた中で一番新しいショッピングモールです。お、すごい、めちゃくちゃ冷房が効いてる。そう、あ、タイあるあるっすね。ね、そうだ、ね、ショッピングモールの中の冷房エグい。ちょっとブラーっと回ってみます。そうね、行きましょう。いや、おしゃれじゃん。めっちゃおしゃれっすね。ね、もう本当にあの今風っていうかバンコクの若者がここに来て、うん、めっちゃ写真とか撮ってる。なんか いわゆる映えな、はい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 、スイーツとか料理とかがめっちゃ入ってるっす。甘くて美味しそうなのがいっぱいあるっすよ。すごいね、うん、タイの人やっぱり甘いもの好きだから、うんうん、スイーツの店が多いっすね、ショッピングモールとかも、うん、海外のショッピングモールってこう歩いてるだけで楽しいっていうか。間違いないね。いやー、キョロキョロしちゃう。完全におのぼりさんというのかよくわからないけど、まあ僕ら外国人ですからね、ここでね。いや、改めて、はい、この並びが懐かしすぎるね。え、あの立ち座り位置どっちだったかとか覚えてないけども一応決まってたでしょ、当時。逆かな、なんか決めてたような気がしなくて、うん、マイヤーチャンネルね。そう、あったね、あったね。まあいいや、うん、というわけでいや、思い出せない、もう自分がどっちにいたか。我々のいいところって、はい、うん、昔やっぱ YouTube やってたら、うん、
調べたら昔の自分たち出てくるのが、うん、いいっすよね。思い出が思い出がすぐ思い出せるから、あの頃の、あ、これほら、あ、投げ技のやつが9年前っすよ。すごいね。いつだこれ。江戸で言うと2014年11月20日。なんで江戸だよ。江戸シリーズ。24時間ウォーキングとかやってたな。しんどかったよ。ほんとしんどかった、あの企画。翌日めちゃめちゃ足痛かったもんね。でなんか全然詳細覚えてないけど、なんか取引先と問題があって、はい、バイヤーの仕事で、はい、すっごい足痛いんだけど、めっちゃ謝りに行った記憶があるもんね。動画になってない話だけど、すっごい歩くのもしんどいんだけど。そんなことあったんだ。なんかあの頃のその舘さんのイメージは体を張ってるっていうイメージだから、そう、社内でもなんであいつは24時間歩いてんだみたいな。確かによく理由はわからないよ。なぜ歩いたのか。別に歩けって言われたわけでもない。自らでしょあれ。でもその24時間歩いたのも商品売るためですもんね。あ、そうそう、基本的にはね。実際に自分が使ってレビューするから。そう。みんな考えてみると1時間歩いてもレビューはできるんじゃないかっていう気はするんだけど、まあしょうがないですよね。絶対できる。基本的にやっぱり世の中面白いよね、やっぱテクノロジーは。ガジェットも含めね。でなんかすごいこうなったらいいなって10年前とか、まあ、もっと昔の若い頃の自分が望んでたものがやっぱどんどん出てきてる気はして、これだからテックとかガジェットとかに関わっててよかったし、楽しいし、未来にワクワクする感じはめっちゃあるよね。で今で言うとスタッ、あれ聞きたかったですね。バイヤーっていろんな国行ってるじゃないですか、うん、タイ以外でここ行っとけって国ありますか。はい、ね、僕が行ったことがあるのは基本メインは20年、まあ、17、8年前なんですよ。ちょっと古い情報が、うん、で仕事で、まあ、アメリカとか中国が行くことがあったからその辺はアップデートは分かってるけど、それ以外は古いっていう前提でお話をすると、僕はねブラジルが好きです。ブラジル、うん、結構幅広い人におすすめできると思っていて、はい、食べ物が美味しい。あのお肉も野菜もすごい美味しくて、あのブラジルとかアルゼンチンってあの畜産とか農業が盛んな国なので、基本なんか素材が美味しいし、ステーキとかもすごく美味しい。で音楽は特にサルバドールみたいな街とかだと独特の、まあ、民族楽器みたいなもので奏でる、ビリンバウっていう中だと弦楽器、ビリンバウ。それがしかもそのなんていうのかな、コンサートとかじゃなくて路上とかでね、すごい生活に息づいてて、カポエラっていうあのダンスと格闘技のミックスで、あ、はいはいはい、カポエラ、あれの BGM に使う楽器なの。へえ。僕ねブラジルのサルバドールでめちゃくちゃ感動したんだけど、その路上でねビリンバを弾いて、やっぱそのカポエラのパフォーマンスみたいなのやってる人がいるんだけど、そこにね学校帰りの少年みたいな人が制服着てんだけど、来てカバンをポンって置いてね、カポエラを一緒に始めるわけですよ。すごい、かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいい。どんだけ生活の一部だみたいな。しかもうまいの。ちょっと混ざっちゃおうかなみたいな。そう。テンション上がっちゃって。気軽さすごいんだよね。すごいな。でなんかそういう意味でのなんか音楽、ダンス、格闘技みたいなのも面白いし、コロニアル時代の遺跡とかもあるし、まあ、もちろんちょっと治安は日本とかに比べたら悪いってのがあるし、あとまあ遠いとかっていうところはデメリットなんだけど、でもその食べ物、音楽、あのそういうのとか含めて言うと僕はブラジルは良かったです、すごく。あとはね30ぐらいあるけど。いいよ30。じゃ あの今年末におすすめの国スペシャル108、トップ108。いや108ってな、108も行ってねえだろ。そうだね。インスタでね質問募集したんですよ。やば、カイコ、え、タイってこの間見てます。全部そうですね、うん、タイですね。タイだね、うん、いやまさかタイで再会すると思わなかった。さっきもそう言ってたんだけど、僕は再会するのはタイ以外にないと思ってたけど。それで言うと、うん、確かに日本にいると、うん、会おうって逆になんないですよね。なんか分かりますこの感覚、まあ、きっかけとかっていうことだよね。そう、海外に住み始めた方が、うん、結果人に会う機会が増えたなと思ってるんですよ。なるほど。集中的にその普段会わなかった人たちに会う機会が増えた、うんうん、日本にいるとまあいつでも会えるかって言って、まあその感覚はそうだね。そう、あんまりその飲みに誘わなかったりとかあるけど、うん、海外に住んでると、まあ、帰国のタイミングで絶対誰かしら会いたいから、そうだ、ね、帰国するってなったら、うん、結構いろんな人に連絡取る、うんうんうん、そうで結果鳴らしたら、うん、あ、なんか日本に住んでる時より合ってんじゃないかなみたいな。それだからメリハリがついてるっていう意味でいいことだよね。そう、だし、うん、普段会えないから人にその会ってる時間をめっちゃ大切にしようと思うんですよ、うんうん、日本に住んでた時よりも人と会ってる時間がなんだろう、
価値が自分の中で、なるほどね、高くなってるっていう感じがして、うん、それはなんか海外に進まないと分かんなかった感覚だった。うん、確かに。あの海外移住あるあるかもしれないよね、うん、帰国した時の充実とかより上がるみたいな話はね、うん、だからタイに住んでなかったらバイヤーから連絡来ることもなかったかもしれないけどね。確かにそうかもしれない ね。そうだよね。で日本にいる時にわざわざじゃあ何の要件で連絡しようかってパッと思いつかないしね。そうそうそう、うん、でもタイに住んでたから、ね、せっかくタイに来たし連絡しようかなって連絡してくる感じもね。いきなりさ日本に仮にいたとして明日誕生日なんだけどって僕から連絡来たらちょっと重いでしょえ何みたいな、どういうことみたいな、そういうあれだっけみたいな話になるからね。あ、これハラミンさんからだ。おお、メコン川の入り心地はどうですか。お、確認しなきゃいけないね。えチャオプレアとか泳げんの。いや、えメコン川入ってないですか。メコンはまだ入ってない。僕ね、ガンジスさんで昔泳いだことあるんだけど、基本的に川は入んない方がいいですよ、海外の川。まあね、でも場所を選んで現地の子とかが泳いでるんだったらあるかーっつってよく川入るイメージあったわ。確かに俺のイメージだからね。実際に動画が回ってないところで 4,5 回しか入ってないですよ川は。いやでも 4,5 回入ってんのね。まあね、でもあれでもなんかちゃんとあれだよ、なんかどっかの河川局かなんかに電話したんだよ。泳いで大丈夫なもんだし、特に知りませんけどね、なんかそういう何を言ってるんですかみたいな。それもガジェット紹介するためですよね。そうすごいね、体張ってたよな。海外の国は行ってるの。僕ですか。うん、いや海外はそんなに行ってないですよ。行ったことあるのって韓国とシンガポールぐらい。はい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 。今は行きたいのはベトナムとインド。おお、行きたい。おうおうおう、行ってみたい。あ、ベトナムはまあ近いのもあるし、うん、これ水曜どうでしょう、好きなの。あ、原付きであれしなきゃいけないじゃん。そうそう、原付きでも、まあ、原付き乗れないから。おうおうでも行ってみたいってのは。で、あとインドはインドでカレーを食べたいっていう夢があるんですよ。なるほどね。これはもうめっちゃベタなんですけど、うん、でも本場のインドカレーを食べてみたい。いいと思う。あの日本のインドカレーとかネパールカレーとかあってすごい美味しいとこあるしレベル高いとこいっぱいあると思うんだよ。だけど食事ってやっぱり周りも含めてじゃん。そうどういう景色の中、どういう人たちの中、どういう音とか香りの中で食べるかも含めて体験としての食事はそうじゃん。そうそれは絶対インドに行くしか無理なんだよね。そうなんですよ。でもちょっと不安なのがインドに行ってる旅行系の YouTuber の人の動画とか、うん、結構見たりするんですけど、うん、みんなお腹下してるんですよね。みんなお腹下してる。日本人の胃に合ってないのかな、うん。まあ、あとはそのお腹下すっていうとその細菌とかの影響だっていうのはもちろん1個あると思うんだけど、うん、あとはその水の硬さ柔らかさ糖度とかっていうのもあるから、まあ、それに関して言えばそんなに心配しなくてもいいんじゃない。ちゃんと水分取ってる、脱水にならなければ。インドとはちょっと違うんだけどパキスタンにフンザっていう場所があって、フンザあの山の高い方でなんか水によくわからない鉱物が混ざってる。鉱物ってあの分かるでしょ。水をちょっとキラキラしてんだよね。え、大丈夫だ。そう思うじゃん。で、明らかにこれ飲んだらやばいだろって言って、別に大丈夫って地元来てないけ。パキの人はそこそこ英語は通じるから聞くんだけど、本当大丈夫だよって。でも怖いから一応ペットボトルの水を飲んだんだけど、チャイとか出てくるじゃん。あのお茶ね、はい、絶対現地のあれで入れてるでしょ。で、まあ、いいかっつって誰に聞いても大丈夫だからって言って飲むじゃん。まあ、ものすごいあれだったよね。あ、そうなんだ。やっぱり高度っていうのがありますよ。ペア値キラキラしてる。え、なんかそれなんかどっかの臓器に溜まったりしないですか。それ蓄積されてみたいな。怖いこと言わないでよ。ずっと今体内に残ってるあるかもしれないね。なんか暗いところで見てキラキラしてるかもしれないよ。わかんないけど。怪しくないよ。怪しいな。それ税関で止められませんでした。大丈夫。税関に探すだけじゃいかないから。アメリカに入国するときに、はい、あの iPhone を預け入れの荷物に入れちゃったことがあって。え、うん、でだからそこに全部データが入ってるじゃん、はい、で帰りのチケットはっつって、えちょっと iPhone がなくてって言って、うん、でじゃあホテルどこ泊まるんですか、ちょっと iPhone があって分かんなくてって言って、ものすごい入国で揉めたことがある、うん、え、それ大丈夫だったんですか。いやもうなんかすごい時伏せだった。大丈夫だ怪しい。大丈夫だからって怪しい。今思うと逆に何で入れたのか分かんないよ。確かにだって帰りのチケットもよく分かんないし、どこに泊まるかもよく分かんなくて。というわけでショッピングモールに来てですね、オレンジコーヒーをいただくということで、
タイではメジャーらしいんですが、僕は人生初でございます。オレンジジュースとコーヒー、それマジでよく見るんですよ、タイの喫茶店とかで。混ぜた方がいいの？いや、どう？わかんない。ここに行って飲んだらオレンジジュースが出てくるだけでしょ。美味しいよこれ。あ、好きですか？これは好き。あ、そうなんだ。最初飲む前に思ってたけど、オレンジチョコレートが好きな人はこれいけるでしょ。ああ、めっちゃ美味しい。あ、よかった。いや、どうぞ、カオソーイ。あ、いただきます。はい。もうタイに住んでから大好きになったタイ料理の一つ。スープカレー味なんだ。そうです、そうです。いただきます。ココナッツベースだね、これはね。そう、うん、で、ちょっとピリ辛でカレーのフレーバーもあるけど、ココナッツの甘い香りもすごいふわっときて、美味しい。すごい丁寧に食レポしてくれるな。だから僕、さっきリオナリシに教えてもらったんだけど、タイでは麺、ズズってやっちゃいけないんだってね。そう、マナーとして、そうなんです。わかりました、ちょっとズズってやらないようにいただきます。うん、間違いないでしょ。この組み合わせで失敗するわけがないよ。うまいっすよ、ね、うまいよこれは。そのね、揚げた麺も美味しいんですよ。あともうそのチキンが乗ってるんですけど、うん、チキンがもうめっちゃ柔らかくて美味しいです。最高ですね。好きなんですよ、カオソーイ。なんだろう、ジャンクとは言えない複雑さというか奥深さがある。これうまいわ。何をいただいてもうまいというこの素晴らしいチョイスに感謝ですよ。タイのモールのフードコートの中では比較的ちょっと高めかな。値段はお値段ちょっと高めなんですけど、でもクオリティが高いですどこの店も。なるほど。じゃあ締めにゼロシュガースイーツ。いや、これ気になってたんですよ。間違いないね。こっちあったかいから、あのとにかく冷たいものが美味しいじゃん、うん、で、あの勢いでさ、砂糖いっぱい入って飲んでるとすぐこう取りすぎになっちゃうから。あ、はい、そうっす、そうっす、ね、タイのね飲み物はめっちゃ砂糖入ってますよ。フルーツジュース、スムージーとか。あ、そうね、あれめっちゃ甘いシロップ入れてますから。そうだよね。そう、でもだからもう現地の人も気づき始めてゼロシュガーに行ってるっていうのはいいトレンドでしょ。いいトレンドです。めっちゃ賛成するわ。これすごいな。これ今 LINE 登録したんですよ。で、メニューね、これメニュー押すでしょ。 Google ドライブに飛んだわ。サイトとかじゃねえんだ。Google ドライブの共有フォルダだこれ。すごいね。よく言えばスタートアップ感があるけど、雑いっちゃ雑いね。サムネこれじゃない？絶対こっちだよ。すげえ、ゼロパーシュガー。いただきます。あのヨーグルトだ。多分あれだよね、糖として吸収されないタイプの甘味料を使ってるんだよ。多分甘味料じゃないですか。ヨーグルトアイスなんだ。うん、うん、おいしい。チョコとかとっても濃厚で、うん、これスプーンの角度おかしくない？この描き方が。確かに長いですね。どこでむせて。どの階段でむせて。ごめんごめんごめん。普段の感覚で食べようとするとないんだよね、口の位置に。ほらスプーンがこう描いちゃってるから。本当は確かに。尺が足りてない。もう美味しい。まあ、でもあのメニューの写真と実物が違いすぎるってちょっと一言言っておきたいね。モノモース系 YouTuber として。美味しい。うん、味が美味しいことは間違いない。あとどれくらいタイにいるんでしたっけ？半年？半年もいないね。数日ぐらいだと思いますけども。ただあのこれからの先の人生でいうと必ずタイには戻ってくると思うね。また時間を作ってですね、遊びにタイにお邪魔させていただければと。I'll be back。うん。また来てくださいよ。ぜひぜひ、うん、非常に個人的な感想だけど、元気になる国であることは間違いないと、うん、なんかね、ものすごいエネルギーに満ち溢れてるね。すごい人がわーっていう。ちょっとね、どこで運勢って。すごい人がいっぱいいてわーって動き回ってて、はい、なんか買い物してたり、なんか食べてたり、わーって喋ってたりとかして、うん、すごいエネルギーを感じていいっすね。まああと5日間ぐらいいるということなんで、うん、ゆっくりあのタイ観光を楽しんでください。そうですね、お寺も見たいし、ムータイも見たり体験したりしたいし、ガジェットタウンも行きたいし、うんうん、食べてないものいっぱいあるし、うん、ちょっとどこまでできるか分かんないけどね。あのおすすめの場所を LINE でいっぱい送っときます。じゃあ最後に締めの一言、うん、何やってチョコがすごい濃厚でいいんだけど、もうちょっとまとわりつくから全然喋れる状況になかった。
今ってことアイスに翻弄されてる。じゃあ最後もうこの動画バイヤーに締めてもらってもいいですか。 OK。 それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネル内がですね、いいねと思ったらですね、まだの方はぜひチャンネル登録をしてですね、いいねとシェアもお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイヤー。懐かしい懐かしの雰囲気で懐かしい。